せーの、税込むからお届け、世田谷人区間。ありがとうございます。始まりました。ジェイコムがお届けする全国ご当地人図鑑世田谷バージョン、世田谷人図鑑。番組 MC の佐藤珠緒です。この番組は毎回世田谷区で活躍されている方にいろんな話を聞いちゃおうという番組です。今日の素敵なゲストはこの方です。こんにちは。手打ちうどん麦上馬朝日屋の店主、小林誠一と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私の友達の間では本当に美味しいうどん屋さんっていうことで評判で、もう一度行きたいって思ってたんですよ。ありがとうございます。今日はいろんなお話聞かせてください。よろしくお願いします。さあ今日も3つのキーワードに沿ってお話伺いたいと思います。こちらです。1、免許世田谷支部。2、平日は学校の先生。3、古典のオリジナリティを大切に、ということで、まずトーク1、免許世田谷支部ということで、免許東京都麺類協同組合と、私ちょっと初めて聞いたんですけど、はい、この免許って何なんでしょうか。そうですね、やはり消費者の方はほとんどご承知ないと思いますけども、はい、我々麺類店が、一応組合としまして、はい、個展がそれぞれやっていくよりはみんなで何かを仕事をしようということで、戦後みんな苦しい時から始まって、最初は共同購入という、要するに戦後だったんで粉が買えない、それで共同購入をしようというところから、組合活動というのが始まって、でみんなで一応、粉を買ってお客様にお蕎麦を提供するっていうような形で始まって現在に至ると。何店舗ぐらい加盟してるんでしょうか。現在東京では今2000件から3000件の間ぐらいですね。多分それでももう、もともと10年20年前からははるかに少なくなっている形ですね。世田谷では今実際30件弱が一応加盟して、仲間と一緒にやってますね。これ東京って言っていますけれども、全国にある、一応全国の組織が ありまして、その全国の組織の中で各行政区間、要するに 県別に一応あると。具体的にはどんな活動をされてるんでしょうか。そうですね、一応東京を例に挙げますと、例えば10月1日を一応語呂合わせで、10と1で、そと読ませないわかんないですが、それ非常に難しい語呂なんですが、そばの日ということで10月1日をそばの日に認定をしてもらって、私も、メンバーの一員としてはなかなか理解が苦しいんですけど、あれなんじゃないですか、101でこれお箸と、なるほど、あと一番新そばがちょうど出る時期なので、それで結局その新そばの普及という点で10月1日でっていうんで、無理やりそばの日ことのようですね。私もその辺はちょっとうーんっていう感じですけど、その時にポスターを貼ったりしますね。であとはそれ以外に子どもたちにそば食というのを広げるということがあって、それでそばの花観察運動というのを小学校に種をまいて、配って育ててもらって、それをこう絵に描いてもらって、プロの先生方に評価してもらって表彰するっていう今企画を毎年やってます。そばの花って知らないです、すいません。すごく白い、小さな花が咲きますので、大変誰でも、要するにスプラウトみたいなもんなんで、誰でも撒けば育つという。そうなんですか。だからこそそばっていうのはこうどこでもできるっていうことが言われますよね。雑穀ですから、だからそういう点では子供も巻きやすいし、すぐ伸びるし、いいイベントだと思いますね。今年も一応東京では15校だったかな、何校か参加してくれるんだろうと思います。いやでも本当そばってこうパックに入ったっていうか、袋に入ったこう細長いのしかイメージがないので、その白い可愛らしいお花があって実がなって、そこからそば粉ができるんですもんね。今ね、やはり食育っていうことを言われてますよね。だからそういう点では本当に今後その貴重な消費者になるだろう子どもたちが、そば文化というのをやはり絶やされても困るし、逆に親御さんにこう連れてきてもらうときに、逆に子どもの方がこううんちく語れるぐらいの話だといいんじゃないかなっていうのが我々いつも組合としては思ってますね。なるほど。組合の悩みっていうのは、私たちの世田谷でも、残念ですが年間1件から2件ぐらい組合員として
やはり廃業せざるを得ない。その廃業の理由はほとんどがもうまあ、高齢者の高齢化したその店主が店がやりきれないけれどもそれを事業継承できないという、まあ、それだけの話ですね。だから一番そこが全ての悩みの根源だろうと思いますね。これはどうしたらいいんでしょうかね。そうですね、やっぱり一番なのはさっきも言いました通り消費者の方にそのそば文化というのを、まあ絶やさないでもらって、まあ、蕎麦屋さんに通っていただくっていうことがまず必要なんだろうということと、うん、それから我々がやはり、まあ、もうちょっとこう時代に合った形で我々が変わっていかないと、まあ、多分それぞれの個展は生き残っていけないんだろう。まあ、よく私がいつも言ってるのは自分の子供が自分の店に友達を連れてこれない店っていうのはやるべきじゃないと思ってるんですね。自分の子供の友達すら来させられないようなレベルっていうのはやはりお客さんが来るわけないだろうっていうのを思ってるんですね。なんかそのね、大人の渋い食べ物っていう側面もありますよね、うん、文化というか、うん、もちろんそれも蕎麦屋としては必要なんだろうけれども、うん、結局そこに特化してしまうと、うん、多分商売としてよりやりにくくなるんじゃないかな、うん、だからそうじゃなくてもっとこう幅広い層に、うん、要するに普通に対応できる、まあ、一般の食事として、はい、まあ、その今まで提供してきたわけですから、うん、そうしなくても、うん、お客様が来れるように努力することが必要だろうと思いますね。いろんなスタイルのお店があっていいという、はい、そうですね、多分そう思います。手打ちうどん、麦、上沼、旭屋について教えていただきたいんですけれども、はい、まあ、うちは一応上沼で、今年でちょうど25年、はい、になりました、うん、ただ開業の時はうちはそばどころ上沼旭屋ということで、そば屋で開業いたしました。だから旭屋がついて、はい、で一応そんな形ですね。それでまあここまで来たというところになります、はい、どんなメニューがあるんでしょうか。はい、一応まあ手打ちでやってまして、中は一人で私が作って、まあ、店番花番と言われますけども、店の方をうち の家内がやっておりまして、メインで定番にしてるのが、はい、こういう、はい、これが野菜天ぶっかけうどんということで、作ってるものですね。美味しそうですね。これは野菜はどんなお野菜なんですか。一応まあその時々 の野菜を、はい、入れるということで、旬のものとかが入ってる感じ、はい、そんな形ですね。で、まあ、開店当時父親は蕎麦職人だったので技術もすごく高くて、で、まあ、その時にそれを生かして、店の看板を作るということで、まあ、いろいろ考えた結果かき揚げを作って売るようになったんですが、で、まあ、その親父が、まあ、近年ちょっと亡くなりまして、で私の方で、まあ、完全に一人でやらなきゃいけなくなった時に、それはまあ父の、まあ、技術の、ね、賜物でしたので、まあ、それはそれで終わりにした方がいいんじゃないかなと、まあ、言うんで少しこんなものを考え、さっき言った、まあ、野菜を考えたり、まあ、しましたですね。だから最初の頃はちょっとかき揚げがないのかみたいなことは結構お客様から、うん、言われたんですが、まあ、一応それはまあ、やらないということにしてしまいましたので、そんな形ですね、はい、アンテナショップ的な側面もあるって伺ったんですけれども、はい、店 のワンスペースに物産品、まあ、一応これは付き合ってる長野と、はい、それから山形の、はい、まあ、なかなか面白いなと思われるものを、まあ、できれば選んで、はい、そしてまあこの写真にありませんけども下の方に毎週長野から野菜を取り寄せまして野菜を売ると、はい、まあ、いうようなこと。野菜も、はい、これ何ですか。それ猫のお家です。これすごい猫つぐらというんだそうです。人気のやつだ。飯島という町がまあ、米どころなので、その昔は俵を作るのが有名で、その俵を作る技術が結局その、まあ、伝えてしまうと、じゃあどうすんべって話になった時に、まあ、こういったものを作るようになって売ってると。私が別に売ってるわけではない、まあ、受注生産ですから、はい、先日かな、はい、国技館の土俵の俵を受注したっていう話が来まして、すごい、まあ、結構頑張っておられる。俵を知らない子どもたちもいっぱいいますから、何か意味があるのかなとは思いましたね、はい、他にはおすすめの商品などございますか。蕎麦屋時代からずっと続けてるドライカレーというサイドメニューがドライカレーもあるんですか、はい、ありまして200円なんですが安い提供アンテナショップやられてるっていうのはどうしてなんでしょうか。そうですね、東京にいるとやはり私も特に東京生まれ世田谷生まれ世田谷育ちの人間なもんだから、季節になると帰省するという人を聞くと
まあ、ある意味羨ましい部分があって、どうしても田舎が欲しかったということがありましたね。だからその点でそういうことで偶然知り合った長野の農家さんであるとか山形であるとかっていうことから、まあ、いろんなこう影響を受けることが多かったので、もうちょっと私たちも発信できることがあるならやりたいなと。それからまあ最近町場にも、ね、小さなアンテナショップが流行ってきて、いわゆる都会と田舎をまあつないでいく、そういう、こうプロセスを大切にしましょうみたいなことを言われますよね、はい、ただ物を売るんじゃなくて何かそこにストーリーがあって裏がある、まあ、裏があるっていうかな、そういい意味での裏があるというか、うん、まあ、それを伝えられる商売をしてるんなら私も楽しいだろうし、まあ、お客さんも楽しいのかなっていうのを思いましたので、まあ、まだ発展途上なんですけど、はい、まあ、一応やってるというところですね。ありがとうございます。さあ、というわけでトーク2に行きたいと思います。こちらです。平日は学校の先生ということで、ご出身は世田谷と、ね、はい、おっしゃってましたけれども、子供の頃の世田谷の風景ってどんな感じだったんですか？歩いて2分が鶴巻小学校なんですが、うちから鶴巻小学校が普通に見えましたので、今全く見えないので、で昔冗談でそのチャイムが鳴ってから行っても間に合うとかっていう話をよくしてましたけど、平日は先生をやられていらっしゃる。まあ、簡単に言うと、そのもともと最初は大卒で学習塾の方のちょっと教室長をやってまして、はいはい、まあ、やっぱり教育ということに興味があって、まあ、先生はいいなと、はい、まあ、その塾の先生をしばらくやって、はい、まあ、まあ、子どもたちと接して、で、まあ、数年経つ中で、まあ、朝日屋のご担当にあったんですが、お店がちょっと経営的に厳しくなったというんで、まあ、閉めざるを得ないという話になって、で、まあ、当時父親が働いてましたが、父親がその結局、まあ、働き場をなくなるだろうと、で、まあ、どうすると、いろいろ考えた結果、まあ、やはり店を開業するような段取りを組んで、で、まあ、ちょうど当時結婚したてで子供も生まれましたので、まあ、自分の自宅で、まあ、父親を一緒に、まあ、働かせてというか、まあ、職人として入れて、で店を始めるということになって、で、まあ、店を始めてずっとやっていくうちに、まあ、外傷性のくも膜下出血だったんですが、まあ、ラグビーをやったんで、ご愛想がですか、はい、恥ずかしながらちょっと高校 の、 まあ、後輩たちと OB 会みたいな試合があって、はい、まあ、タックルを食らいまして、はい、で、まあ、結果としてくも膜下出血だったと、でその時に、まあ、医者からいろいろこう、これはダメですよ、あれはダメですよみたいなことを言われて、でやっぱりこう、うん、手打ちうどんとか案外こうハードだったんで、はい、これやっぱりちょっと無理かなみたいなことを、まあ、思ってる中で、まあ、偶然ちょっと、まあ、教職復帰っていうような話が、まあ、常勤でやらないかっていう話になった時に、いや、うちは店やってるしっていうことで断ったはいたんですが、まあ、そうやって人にこう何か、うん、まあ、壊れることっていうのはなかなか人生にないのかなと、まあ、思ったんで、じゃあ、まあ、やれる範囲でどうやったらいいかを考えた末の結果として土日に店をやると、その土日に店ができるように店作りも考える、コンセプトも考える、その代わり月金は教師として、まあ、役割を果たすと、まあ、今年でも8年経ちますよね。でもご家族の支えとかも、そうですね、さっきも言った通り非常にわがままでこう好き勝手をやってきている人間なので、うん、非常によく、まあ、ついてきてくれていると思いますね。まあ、どう、まあ、思ってるかわからないですけども。教科は何ですか？一応科目は今政治経済を、はい、教えております。政治経済、はい、難しそうな、またジャンルですよね。印象だけですね、はい、そうですか、はい、よくそれも言われますけども、多分社会人になると、まあ、誰でもある程度社会に出ていろんな経験をして、お金を借りたりお金を使ったり、うん、まあ、例えば政治に対して興味を持ったりなんていうのは普通にあることだから、それを単に現役の子どもたちに話をしてるっていう程度ですね、うん、だから言ってしまえば本当に、うん、もしかすると誰でもできる教科なのかもしれません。大人だったらきっと。いやいやいや、そんなことはないです。看板が生徒さんのお手製って伺ったんですけど本当ですか？うどんって書いてある、はい、板ですね、これ、はいはい、畳1畳ぐらいあるんですけども、大きい、はい、これ4年ぐらい前かな、3年生が学園祭で、使った看板を、まあ、せっかく捨てるっていうからもったいないので、
結構うまいじゃんって言うんで、私は車に積んで一生懸命持って帰って今あの、まあ、壊れるとあの釘を打ちながら使ってるという。でもすごい素敵ですねこれ、うん、そうですね、はい、私もあのただでもらった割には良かったなと使っておりますけど、はい、ありがとうございます。でなんかいいですね、いい関係ですね生徒さんとね。まあそうですね、作った子も何回か、うん、あの親御さんも連れてきてくれたりしましたので良、はいはい、うん、かったと思いますね。まさか使ってるとは思わなかったみたいなこと言ってましたけど絶対嬉しいですよね。いやいや使ってるよって言ってましたので、はい、ありがとうございます。さあそれではトーク3に行きたいと思います。こちらです。古典のオリジナリティを大切にということで、手打ちうどん麦神馬朝日屋店主としての夢はありますでしょうか。ただ飲食をするんではなくて、まあ、何かとつながっていく、まあ、それから個人店にとって今一番必要なのはオリジナリティというか、あの今街からどんどん個人店がこう減ってる、まあ、これはもちろん飲食だけではなくて八百屋さんも魚屋さんも肉屋さんもみんな、まあ、なくなってしまう。でもちろんそれは時代の流れでしょうがないじゃないかっていうことも言いますけども、でもそこでやっぱり考えなきゃいけないのは、それによって街の景色が、まあ、日本中どこへ行っても同じになっちゃうじゃないかと。いやここにしかないものは何なのか、ここのコンセプトはどういうことだから自分はそれに惹かれていくんだとかっていうことを意識して、まあ、店作りをしないといけないんじゃないかなと思って、まあ、できればその、まあ、アンテナショップ的な色合いをもう少し高めて、まあ、極論言えばそれが食べる方がイートインな形になって、扱ってるアンテナショップで扱ってる食材のを使ってうどんを作るとか、完全にですね 100% として、うん、だそういうぐらいの形にしていかないと最終的にはいけないのかなとかって思ったりはします。まあ、少しずつ仕事量を減らしながら、まあ、価値のある仕事っていうのを考えないといけないと思いますですね、はい。冒頭にも言いましたけど、小林さんの作るうどんがとっても美味しいということで、私も本当に行きたい行きたいと思ってたんですけど、本当やめないでほしいっていう個人的なのと、あのすごい人気ですすぐ売り切れるって聞いたんですけど、土日何時ぐらいに行ったらいいですかとか、すごい個人的な質問ですよ。まず根本的にその何でしょう、あの私がもっとちゃんとあの、ね、より一層働いてたくさん作れば多分いいんだと思います。いや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 結局それだけの話なんだろうなと思いますけど、だからオペレーションも悪いし、あの結局それで迷惑かけてなんかもう閉まっちゃうのかとかっていう話になりますけど、いやいやいや何時ぐらいまでだったら。そうですね、一応今のところあの公には2時半閉店って書いてあるんですけど、2時半かい、実際は2時半、そう実際は2時前ぐらいに終わっちゃってることもあって、2時前に終わっちゃってる、うん、すいません。じゃあちょっと早めに、はい、そうしていただければと思います、ね。でもそんな商売にはいかんなとは思ってて毎回反省してるんですけど、ね、いつ行ってもあるっていうよりはきっとね、付加価値があってねいいのかもしれませんけど、でもそれにおごってしまってはまたいけないなというか、いや作らない方がかっこいいじゃないかとか、ね、そういうようなことになるとまたいかんなとは思ったりするんで、いやいやいいんですよ、まあ、一応できるだけ、うん、あの頑張ろうとは思いますが、はい、すいません、なんかもう行きますから私。お待ちしてますさあそれではお時間になってしまいました。今日はいかがだったでしょうか。そうですね、 まあ、あまりねまともな話ができなかったかもしれませんけども、一応個人店の、まあ、立場として、はい、皆様に何かね伝えられることがあったらと思いましたので、はい、ありがとう、この時間いただいてありがとうございます。いやもう本当にお忙しい中お越しいただいてどうもありがとうございました。どうもすいません、ありがとうございました。小林誠一さんでした。